ございます。どうも名取さなです。こんばんにちは。こんにちは、名取さなです。皆様夏休みいかがお過ごし。早くやりてー、早くしんちゃんのお尻プリプリさせてー。はい、というわけでこんにちは、おはようございます、名取さなです。今日もクレヨンしんちゃん、オラと博士と名取って、なんで名取がの夏休みやっていきたいと思います。ほいで、ちょっと昨日とキャプチャの仕方を変えたので、もし音量バランスとかが気に食わなかったらおっしゃってください。できる限り対応したいと思います。というわけでやっていこうと思います。早速始めていい？水道ちゃんとしたよね、ナトリ。はい。ナトリの声5倍にして、はい、わかりました。ちょうどいいってゼロなんだよ、音量が。というわけでやっていきたいと思います。これかで、これなんか昨日の昨日の大爆笑体操をもう一回見る羽目になりそう。また体操に鳥みたいな、これ2回はきついよ。というわけでね、今回から見る人にもご説明すると、おとん、しんちゃんのおとんの、出張に合わせて帰省をしている、熊本に帰省してるんですけど、アッソーっていうところにですね、しんちゃんとミサエとか、全員ですね、全員来ているんですけど、そこでですね、なぜか妙竹林なものに会ってしまって、しんちゃんは、この夏に閉じ込められるという、めちゃくちゃな状態になっています。そう。はい、というわけでこれね、何をやってるかわからない感じっていうのは、これから見る体操をね、ご覧いただければ、誰も分かってないっていうことが分かると思います。あの恐竜がいるようです。でね、ギザギザした吹き出しはだいたいこの感じで読んでいきたいと思いますので。今日から朝の体操にキャップさんが参加します。なんだかだんだん素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなでぐる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 ど2-3。というわけでね、プテラノドンを体操に参加するおおらかなところですね。いただきます。はい、いただきます。いただきます。というわけでさてダメだ、やっぱプテラノドンが体操にさ、当たり前のに参加するの無理だって。ごちそうさまでした。こっからさ、まだ、そうだ！欲竜の呼び名を決めないとね。しんちゃんなら欲竜をなんて呼ぶ？首長竜は、なんか、なんだっけ。なんかラブリーキス、プリティ30号みたいな感じの名前で、恐竜には一体ずつですね、お名前をつけるらしいです。ヨークリュー、ハートマーク、恐怖の巨大鳥は実在した。
うう、恐怖の巨大鳥は実在したが来てるぞってこと。あ、突撃レディー23号ね、ありがとう。ど、え、でもさ、これさ、3番目ってさ、普通にさ、呼び名じゃねえじゃん。でも急にさ、突撃レディ23号って名前つけといてさ、翼竜だけさ、翼竜だけなんかさ、ハートマークちゃんとかさ、翼竜とかなんか可愛い名前にするってさ、ちょっと違くない？ちょなんかさ、選択肢がもう無理だって。これさ、入力させてや。じゃあ恐怖の巨大鳥は実在した、略して虚実ちゃんね、みんなで呼ぼうね。虚実ちゃんって、虚実ちゃん。恐怖の巨大鳥は実在した。こうして武士翼竜のニックネームが決まったよ。まあ何も無事じゃないですけどね。虚虚実ちゃん、よし。というわけで今日も夏休みを過ごしていきたいと思います。おはようしんのすけ、今暇？あ、暇でず。あれ、一生懸命尽きるぜ。何を？それは今暇じゃなくて、これ何？今キマイラ？今暇？一生懸命作るぞ。これ難しいな。これ何？な、え？手間暇？手間暇！いやこれ山田もっとちゃんもよく拾えるなこんなの。え？よう拾えるな。ちょっと意味がわからないわ。悪野さん家に伝票を持っていくんだけど、散歩がてら一緒に来る。悪野さんってのは悪野博士。うん。たくさん歩くのに散歩とはこれいかにでず。うまい。じゃあ私の後をついておいで。最初はここのおじさんがやってる新聞社の前で待ち合わせです。はい、わかりました。イエーイ。新聞社にまず行きます。今日から見る人に説明すると、この子はねねちゃんじゃなくてきねちゃんです。恐竜が出てくるなんて、なんて田舎なのかしら。もしかしたら恐竜はあなたが連れてきたの？いや、違います違います。アックの博士ね。もうバイカモの川には行ってみた？水の中に花が咲いていてとっても綺麗なんだよ。バイカモってバイバイとカモーンが一緒になってて、外国語みたいだろ。確かに確かに、カズマの言うことは全部正しい。カズマが屈託のない笑顔でいるから。うん、カズマ、そう、風間くんじゃなくてカズマとキネちゃんね。で、あれは白じゃなくて綿飴ね。ガハハハハハハ。恐竜と一緒に走り回って遊んじゃった。古代人もこうやって恐竜と遊んでたのかな。危な。あのね、草食竜だったらまだわかるんだけどね、違うんだよね。だプテラノドンって肉食でしょ。あ、こちら。イエーイ。思想2個手に入れた。皆様
関係ないところ来ちゃった。イエーイ。あ、牛もいます。これね、当たり前のようにやりますね。大きくてかっこいいぜ。当たり前のように恐竜もいます。で、恐竜が近いとこんな音もします。思い出した。ね、名取は子供新聞の記者になったんだけど、子供新聞、もともとは10人しか契約者がいなかったのね、新聞の。でも、なんか600人ぐらいになって、名取のおかげで売り上げがすごい伸びたんだけど、なんか売り上げが伸びた翌日に急に車が増えて、これってなんで、どこから捻出したお金で買った車なんだろうねって、キャップに聞こうと思ってたんだ。この子は僕とデートする子です。あの人ってなかなかすごいわね。画像から自動的に絵を作り出すなんて人工知能を使ってるのかしら。うらむーてちねうりないぞ。人工知能立ち直れないぞ。それは人工知能じゃなくて、これ何？難しい。再起不能、戦闘不能。いや、逆になんかそっちの方が難しいんだろ。再起不能。しんちゃん？頭が良すぎるだろ。新米記者くん頑張ってくれたまえ。記事を書きたいと思います。なぜか契約件数が増えた翌日に増えた、社用車について。今日はど、見て見て。まあまあの記事だ。頑張ったな。まあまあって2個しかなかった。76。ありがとうございます。ありがとうございます。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。新之助くんも我が新聞社の発展のため頑張ってくれたまえ。はい。おしんちゃんが子供記者になったことを新聞にしてもいいのかな。しんのすけ。はい。来た、こっちこっち。はい。ちょっと前までここは工事現場で通れなかったんだけど。それウレブ知ってるぞ。恐竜が柵を壊して通れるようになったんだ。いいことなのかちょっとよくわかんないけど。あ、道の真ん中を歩いたら恐竜に踏まれちゃうかもしれないから。この橋渡るべからずで書いてあったらどうするの？注意注意。通れるようになったって言っていいのかな？ダメでしょ。ここ、とってもき、あ、これが、バイバイカモーンの池だね。なんとかっていう名前の花が水の中に咲いてるの。なんとかじゃ分かれないぞ。なんとか、とってもいい名前だぜ。いや、なんとかってのは名前を思い出せないだけなんだけどね。あ、川に落ちたら危ないからね。注意注意。トコ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 
か、じゃあ行かないで行かないで、急にいなくなるやん。何あれ、あ、水のせせらぎの音がとてもいいね。あ、ここに、はい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 、今日も水をあげますよと。ここはよしこちゃんの家がやってる農園なの。女子大生のよしこ姉さん。そうよ、さっきの新聞社で働いてるよしこちゃん。ここら辺は使っていない畑だから、え、勝手に使っていいことになってるの。畑仕事やってみる。え、もう昨日やってず。それってオラが、あの素敵なお姉さんとお近づきになれるチャンス。さあ頑張れ。ブリ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 。いいね。しんのすけは畑仕事そのものには全く興味がなさそうね。ナトリが代わりにやっときますんで、あの。それにしても彼女に対するこの熱烈な好奇心と、私に対するこいつはどうでもいいや感、尊大な自尊心と臆病な、ん？臆病な自尊、ん？暇つぶしに割ってこい！な感じの違いは一体どこから生まれてくるのかしら。じゃあ次は悪野さんの秘密研究所でね。ちゃんと追いかけてくれんだよ。はい。あ、これあれ桃だよ、桃、あれ桃、桃じゃない。今日もお水やるぞ。屋上物語の世界にスカウトされるレベルの技術力。早く育たないかな。で、研究所はなんかダンゴムシみたいなのが落ちてる。すいません、ちょっとブリーカー出てしまいました。ブリ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 。ん？魚影？あれは魚じゃな？え、魚影が見えた気がしたんだけど気のせいかな。あ、ほら！こういうさ、創作物とかでさ、あのお父さんとかがさ、自分の力を誇示するために、そーら、どうだ、すごいだろうって言うけどさ、そーらって掛け声ってさ、あれってさ、実在するのフィクションでしか見たことやばい、おいおい、お前ら、ちょ、見えないかもしれないからこれ見て。休んでおられる、これ。あ、どうも。ちょっと、プテラノドンってなんかさ、そういう休み方なの？ちょ、なんかさ、鳥さんのさ、なんか鳥さんのさ、こう、あの、毛がないからさ、毛がないからちょっと、なんか意外な感じだな。恐怖の巨大鳥は実在したわ。おやつが欲しいみたいです。おやつタイムのご案内。恐怖の巨大鳥は実在したに、カレースナックをあげましょう。素敵なことが起きた。あ、雑食なの？そう、なんか、え、ご近所の犬にネギをあげてみましょうみたいなさ。
やばー、よ、翌日に駄菓子で餌付けを？できる。ここだけではなく、日の見櫓の上でもおやつタイムできますよ。夜は恐怖の巨大鳥は実在したに会えないので、昼間にお試しください。ふぅ、ゆけでず。ど？マジ？シャトカ要員か。なんだ、優しいじゃん。カレースナックを一つあげると選んだ。高いと思うと高いな。じゃあここで一つ釣りをしてと。カレースナックで有料だった。ちょっと足元見られてるな。唯一無二の力だからって悔しいわ。手前に竹筒で呼吸してる忍者いない。そうなんだよ、なんか村の至るところで水筒の術を使ってる人がいるんだけどね、それに対して何のアプローチもできないんだよ。あ、おにぎり食べてる、かわいい。博士、お隣ですか。父とかけれたベンチが置いてあるぞ。あ、読めるんだ、すごいな。我が輩の研究は古代からの伝承と最新の科学を融合させた発明品を作ることである。古代九州の卑弥呼の伝説から考えたのがタイムマシンと恐竜だ。ほう、うーん、素晴らしい。なんだ、普通に雑談してくれるんだ。昨日の配信ではなんか、あの、未来永劫この村に留めてやる、お前を一生ループさせるってすごい脅してきたのに、意外と優しいな。もしかして冗談？あ、あの、あっちに、あっちでおにぎり食べてたよ。どうしてね？それはそれ、これはこれって。ひとまず閉じ込めるけど、自分の研究についてはちょっと遊びに来てる子供に教えたらってこと？やばすぎるだろ。もう対策済みだから余裕が出てきた。やばすぎるだ、本当に怖いな。今日は大事な伝票を持ってきた。それ請求書でしょ。悪野さんいなかった。一体どこにいるんだろう。しんのすけも探してくれない？見つけたらチョコビを一箱プレゼン。んー、どこだろう。ちょっと今から探すぞー、頑張って探すぞー。悪の博士を探すことになったしんのすけ。博士は一体どこにいるのでしょうか。一箱ってもしかしてさ、12個、1ダースのことかな。ちょ、あの、チャット欄だとダース単位でもらおうとしてる人がなんか優勢だけど。どこでる？ちょっと見つけられないぞ。こっちに行ってみるぞ。ちらっ。こっちで見つけるかもしれないから、ついてきた方がいいかもしれないぞ。いたいたいた、しんちゃん、こっちにいたよ。え、本当です？悪の博士を大発見。無事に見つけることができました。あー、よかった。隣に座るぞ。あ、ナトリも隣に座る。やば、人をさ、虚虚術がさ、キュキュシツちゃんがさ、ちゃんとさ、人がさ、動いてたら、それをさ、しっかり捉えて追い、なんか視線でさ、追いかけてるのめちゃくちゃ怖い。しんのすけ、お手柄。
やっと見つけた悪野さん。ん？どうしてのじゃ？今日餌代の伝票を持っていくと言ったでしょ？はい。あー、いかん。忘れてた忘れてた。このまま踏み倒せるものなら踏み倒したいのだがな。もう本当に忘れっぽいんだから。なんか変わった人だけど悪い人じゃないみたいな感じで普通に受け入れられてないか？はい、牧草ロール7トン分の伝票よ。くーねー。まあ、確かにあの体育で、まあ数日で7トンって言われてもまあ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 って感じだけど、これはお得意様だからあんま無下にはできないよな。ボロ儲けね。ルールケーキ、オラも食べられる？こらこら、しんちゃんはピーマンが食べられるようになってから牧草ロールを食べる。牛などの餌なので、人間は多分食べられません。でも、限界になったら食べるしかありません。来週の火曜に配達だって、荒川ひろむ先生の漫画で牧草ロールは、大規模な盗難をされがちっていうのを確か読んだんだけど、来週の火曜に配達だって。おいおいおい、来週の火曜までに死んでしまうだろう、お腹空いて。さて、ここで問題です。はい。牧草7トンで恐竜の餌何日分？突撃レディ23号は推定体重23トン、牛のおよそ38倍。牛の飼料が毎日30キロであることから推測すると、突撃レディ23号は毎日およそ1トン食べる。っていうか博士までさ、ナトリとしんちゃんがさ一緒に朝ごはんを食べながらつけた突撃レディ23号ってお名前使ってくれてるんだね。7トン、つまり7000キロで1週間。しかも、みんな聞こえる？さあ、噂をすれば影。恐怖の巨大鳥は実在して増えてるし、怖い怖い怖い。しんのすけは今のめちゃくちゃ怖いだろ。でかい声でなんか肉食の恐竜に泣かれるとこちらもな。しんちゃん揺れてる。うわぁ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 。おいしいチョコビをもらいます。ありがとうございます。ソールじゃなくてよかったね。チョコビを手に入れた。さっきは手前で魚が3匹泳いでるのすごい気になってたんだけど、そういえばここの扉の中どうなってるのか気にならない？え？これだって勝手に入っちゃいけ、細工電話勝手に入っちゃいけないって言われてるんだよ。リカちゃんに何がいいのつまんねえ例えしやがってて怒られるんだよ。あ、これ細工電に入ると時々この町の小さな子たちがたくさん入っていく足跡があるんだけど、出ていく足跡は一つもないんだ。集まってるみたいだよ。黙って舞を見てればよかったのに。あんた何してんの？うっ、あれ？もしかして4日ぐらい閉じ込められてたの？あ、違った、よかった。こんにちは、僕はロボット。おにぎりって言わないで。あ、おにぎりロボット、いちご発見です。なんでロボットなの？
これちょっと怖いわ。このさ、子供が初対面の相手に向かって僕はロボットです、おにぎりじゃありませんって言ってんの怖いわ。なんか人であることを拒まれたのか。僕はロボットが好きなんだ。あ、よかった。だから僕もロボットなんだな、ふーん、なんか哲学的。どう見てもおにぎりだぜ。おにぎりって言わないで。ごめんだぜ。僕らはここに集まって恐竜バトルで遊んでるんだ。君もやる？いやー、おら、恐竜と戦うのは嫌だぜ。戦わせるのは博士が作ってくれたバトル用ロボットだよいや、博士めちゃくちゃいいじゃん。本物とは違うけど、すごい破壊力なんだ。博士って悪の博士？そう、僕はロボットが大好きだから悪の博士も大好きなんだ。なんか田舎、ちょっとさ、本当の幸せが詰まりすぎてるだろ。あの人は世界を救うヒーローだよ。なんで子供にロボットを作ってくれるの？いや、子供のために作るんだけど、失敗作だからって言ってあげるのかな。もしかして後で高額の請求が。ロボットをくれる理由は博士も僕のことが大好きだからなんだ。あ、なんか、うわ、こういういい環境で育つと自己肯定感が高い、幼い頃から自己肯定感が高い状態が維持されて成長することが、これはめちゃくちゃいいことだね。どうやら僕の頭の形が好きなんだって。石みてえで。よくわからないけどね。あ、君の名前は？うれはしんぬすけ。あ、ナトリはナトリです。私、マヌカララ、小学6年生、6年生、6… 僕はマサヤ。マサオくんじゃない。よろしくね、もし恐竜バトルをやってみたかったら、真ん中の段ボール箱を調べてね。みんな集まってくるよ段ボール箱を調べるとみんなが集まってくるってめちゃくちゃおもろいな。あ、お絵かきでもしてるの？ちょ、待って、恐竜バトルの前にさ、もらったチョコビを食べて、体力を回復しつつ、チョコビを食べるとですね、あれ？あら？え？持ち群れるところだぜ。あれ？ねえ、カードがないよ。カード抜かれてるの？ちょっと、おまけの中身は？おまけの中身は？嘘でしょ？違う、わかんない人説明すると、お店で買ったチョコビは食べると恐竜カードが1枚もらえて、こういうのがね、もらえるの。戦いを有利に進めるためのカードがもらえるんだけど、ちょっとおまけの中身知りたかったんだけど。嘘、マジか。なんかカードだけもらったタイミングもあったけど、もしかしてそこで1セットだったのか。びっくりした。そういう、大人ってきったねえなー。じゃあ配られたカードで戦うしかないよ。じゃあ恐竜バトルの方やらせていただきます。あー、みんな集まっ、お前は集まってくるんかいお姉ちゃんまで集まってくるんかい。
みんなどこかで会ったことがある人みたいですね。そうなんだ。どんなお友達なの？俺たちみんなでカスカベをお守りしてるんだぜ。合言葉はカスカベ防衛隊ファイヤー。僕らもアッソーの平和を守ってるんだ。じゃあ合言葉はアッソー防衛隊ファイヤー。ファイヤー。かわいい。なんでここで戦わせているのは全て博士が作ったロボットなんだ。壊しちゃったら大変だわ。慎重に扱わなきゃ。ブー。マサヤ、弱い。今回もしかしてボーちゃんがいない代わりにララコがいるってこと？まあでもこれは弱いで勝ち癖をつけるよりは普通、どっちにしようかな。まあでもとりあえずマサヤを泣かすか。ちょ待って、マサヤの方が HP が多い。ちょマサヤの方があの HP が多いから。え？じゃあ、オラは弱いってことだぞ。え？ちょっとこれで、あの、グー攻撃が強いから、あの、ひたすらグー攻撃を叩き込んで、3発で沈める。あ、でも、偶攻撃3発で沈めるつもりだったら、これでもいいかもな。ね、みんな、偶攻撃3発で仕留めることってできるかな？でもさ、負けるわけないじゃん！田舎の子供に。あ、どっちかなの？どっちかなの？え、しかも、偶攻撃40、あ、これで、2発で沈める。出発、おしんこー！しゃ、グー2発で沈めっかんな。任せとけ。この負けるわけないんだよ。シャトルスタート。うんうん。グーに決まってるぜ。あ、お、あ、あいや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 、よよいのよい、いけー。四発も。しんのすけが先制攻撃、突撃レディ23号に167のダメージ。あれ、なんか上振れてるんだけど。ヒントチャンスです。はい。これにするよ。いざ勝負。勝ち。負けちゃった。マサヤ、普通にしとけばよかったな。パーフェクトノックアウト。しゃ、高度な心理戦に勝った。ああ、疲れた。結構脳みそ。ちょっと脳みそが疲れた。ねえ、正義は必ず勝つっつってんの。あとでマサヤにお菓子買ってあげるからね。対戦相手を変える。マサヤ普通にするか。で、グー攻撃で、グー攻撃2発で沈めるから。
あの上振れも含めた2発で仕留める。進行しゃバトルスタート。裏はグーでいくぜ。いざおらマサヤマサやめなって戦い放棄したらダメ。ヒントチャンスです。これにするよ。今から使う技を次も使うよ。そう、まあそれはまだあれになってないちょ、もうこれで終わるんだよ。あ、やめてやめて、マサヤやめてやめてやめて、まあ、やめてやめてやめて、痛い、やめてよやばい、スペシャル攻撃が99溜まってる。やばい、あ、みんな2連続で来る。いざ勝負。はぁ、勝ち。マサヤアルミホール巻いて出直しな。でもやばい、おい、なんでなんでマサイだけそんなすぐに溜まるの。ヒントチャンスです。グーでいく。マサヤお前とのバトル楽しかったよ。勝ち。あ、フライングカッター。これってなんか誰しもがポケモンバトルで思う、これ人間に当てたりしないのかな。が、いざ勝負。アイコ、アイコルーレット。レッツ。よし。まさやー。望まぬバトルだろこれ。よかったね、ロボットで。しゃ。ノックアウト。普通に今目押しだった。あの押した後にさ、てん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 、ちてて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 ってなるのかと思った。正義は必ず勝つ。マサヤごめんね。後で、ね、あのチョコビ買ったるでな。じゃあちょっと勝ち癖がついてきたからララコにお見舞いしようかな。強い力で。やっぱグー攻撃だよな。出発、おしんこ。しゃ、裏はグーでいくぜ。バトルスタート。どれにしますかね。いざ勝負。勝て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 。うわ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 。あ、負けたわ。じゃんけんが、じゃんけんのこと全部忘れてた。負けたわ。ちょね、ちょ教えて。いざ勝負。ねえ、マサヤと違って心が読めない。あ、勝った勝った勝った。じゃんけん、じゃんけんを相性ご存知でない。それはやだ。やだと言われてもな、グーが一番強いんだよ。これにしよっと。今から使う技を次も使うよ。大きいです。でもグーで投げるぞ。しゃー、グー2連叩き込み可能。さて、ララコとの戦い楽しかったな。どれにしますかね。いざ勝負。上振れがやばいな。勝ち。さて、負けちゃった。このお友達集団の中でボスは俺とネトリです。お見事、しんのすけの勝利です。正義は必ず勝つ。へっ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 。しんちゃん、明日から来ないで。そう言われちゃったら従うしかないぜ。
のに辞めちゃうなんてすごい。え、そんな何連勝何連勝か しないのに途中でなんで撤退すんのって、なんで勝ってたのに辞めちゃうなんてすごいね。何、一生やれってことじゃあこれにてか阿蘇防衛隊ファイヤーファイヤー勝ち逃げすんなってことマサヤの煽りすごいなぁもっとやれってこと、マサヤお前逃げんだ、うん、はい逃げまーす。いや楽しかったな。今日は水やりも終わったし、あとは目標を見るか。目標ちょっとネタバレがありそうだから、あんま見ない方がいいのかな。あ、でもこれ、そっか、同じやつを、同じ虫を5匹とかでもいいのか。OK。あ、魚影が、魚影が。てか、ここ閉め、初頭か。せっかく初頭かか。おい。え？軸が違うのか？ここは開いてない。ああ、開けられるんだ。あ！あ、魚影が、なくなってしまいました。そんな。チョコビ買うか。チョコビ買ってさ、チョコビ買って戦力増強をしない。あ、あとこれも見よう。やめてめー、しんのすけ。お、納品できそう。サンキュー。お小遣い合計40円もらった。いただきまんもす。めちゃくちゃ笑ってくれるじゃん。うちの店がそこら辺で採れる山菜を使ってるのは100年前からの流儀なの。ではしんのすけ、がっつり期待してるよ。はい。おっすん、元気で何をしに来たの。チョコビを一つ。これでいい。お、こりゃ掘り出し物を買ったね。カレースナックを3つ。これでいい。ね、左上のさ、ストアのフォントマジで可愛いわー。いや、この世で一番可愛いフォントだろう。サーチするか。チョコビー。じゃあ、バイビー。バイビー。ビッ。イエーイ。で、あ、みんな覚えとってな、覚えとってな、これ。水菜とアマゴ。ブリブリー。ジェブシリーズ？ふふーい。あり。なになに？野菜はない。スタンプは今3つ溜まってる。ほんで、こっちっていけるようになってたんだっけ？こっちはまだいけないのか。あ、桃も拾わないと。あー、毎日さ、拾えるものがあるって嬉しいな。あれ、モニターに汚れが。ビリ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 。おー、すごいぜ。やりますね。やりますね。大きくてかっこいいぞ。わあ、おわおわわ、ブリブリ。新種ゲット。何あれ、怖いわ。ブリ
ちょ、間違えちゃうんだよ。カブトムシ。西洋ミツバチ。ブリブリーブリブリー。水門が邪魔でここから先はいけません。水門壊そうぜ。水門を下げることができれば、うん、通れるようになるのかな。ブリ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 、ウジェミスリズ。こんにちは。こんにちは、ブリブリ。この写真何なんだろうな。おかんだろうな。でもこれ自分でさ、しんちゃんダンス覚えてない？恐竜呼び出しダンスっていうのがあってさ、それをさ、見たせいで夏に、この夏に閉じ込められてるんだけど、あ、本物のしんのすけの声かと思いました。声優さんですか？あ、そんなわけないですよね。失礼しましたって。ちょ、やめてください。声優さんに失礼かと思います。ほら、そういうこと言われたら、ちょっと恥ずかしいぜ。あ、ちょっと待って。生えてた。ないコメントを読むのやめてくれ。いや、ほんとあったんだもん。ねえ、見たもん。そうだぞ、声優さんに失礼だぞって。ちょっとちょっと、チャット欄で、戦いをするのはやめてください。こっちが農園よな。で、こっちが、丸太があるところか。いや、めちゃくちゃ、トンボがいるぶりね。鬼ヤンマ。まだ青い稲穂が真夏の風に揺れている。実るほど、神戸を垂れる、稲穂がな。山から切り出された、太い、丸太が山のように積まれている。林業が盛んな場所のようだ。これ読んだね。ブリブリーブリブリーブリブリー。こっち行ってないね。なに？なんで？ちょっと待って。排水口があるせいでここから先へは進めません。ジャンプし、しんちゃん大丈夫だって。どうすればいいのかな。しんちゃん、しんちゃん、ナトリがさ、手つないであげるから一緒にジャンプしよう。腕グイって引っ張ってあげるから。ゼロメートル先、工事中と書かれた看板がある。ここ何にもないのな。排水溝はマジで危ないからやめろ。はい、すいません。あ、じゃあそろそろ一回家に帰るか。あ、何話してくれる？さっきのは自画自賛ではないぞ。自画自賛ってどんな人？人ではない。多分鼻が高い人。え、じゃあめちゃくちゃ子供好きじゃん。めちゃくちゃ子供好きじゃん、この反応。良すぎる。あ、なんか嬉しくなっちゃったな、今。あ、天狗になってるってこと？いや、うますぎる。ユーモアもあるし。よし。でもこの町からは逃がさないんだよな。怖いな、それ。ドンコがめちゃくちゃ釣れる。子供に呪いをかけると思えないな。他に何か、なんか重大な秘密が、やむを得ないご事情があるのではないか？だとしたら、オラは、
なんかさ、筋肉マンにさ、こういうシルエットのいなかった？カレースナック1個あげるからさ、あのお家に運んでくれ。怖い。休日にカレースナックを1つあげました。どうやって運んでくれるの？俺、頭を掴まれて痛いぞ。よし。イエーイ。体力どんなもんよ今。いやー、この夕方のさ、色がめちゃくちゃいいね。最高。夕方になりました。日暮らしも泣いてるし、ちょっとやばい。いろいろと移動しすぎ。お使い、何か。しんちゃん。ヤマメ、ヤマメなかなかないな。ちょ、釣りしに行かない？おやつ食べてさ、釣りしに行こうよ。どうしようかな。てか、あ、でも夕方だから白が来るか。うんうん。もう返、ね、もう返されそうだな。おかんと喋るか。そこだけすごい綺麗になってるぜ。不思議なのよね。食堂に来るお客さんで顔に見覚えのある人がいるんだけど、手紙の写真に写ってた男の一人そっくり。それ1号さんって言ったやつだね。でも違う人なのよ。同じ顔だけど違う人。わかる？ドッペルゲンガーって言うんだぜ。なんか倒れそうだな、もう。ブリッブリッ。ヤマメが釣りたいんだけどな。ヤマメってどこで取れるんだろう。城を早く迎えに。ああ、うれ、腹が減っても歩けないぞ。ごめん母ちゃん、オラも。しんのすけどこ行ってたの？心配したわよ。そうわよ。でもまだいけるぜ。恐竜が出てくるなんて怖いね。ではこういう時こそ平常心を忘れるべからず。夜の本の朗読は今まで通り続けるからね。で、オラが来たら読み始めてくれない？オラ最初から参加できたことが一度もないぞ。御礼あり。ヤマメ連れてくれ。や、ヤマメ連れてくれ。よし。ヤマメです。ヤバ、ヤバ、アブラボテ。あ、魚影です。これさ、魚影の大きさも関係あるのかな。ヤマメです。ヤマ、ヤ、ヤ、知らない。アユ？今のアユ、アユじゃない？綺麗な花のなんとかが水の中で揺れていた。まるで歌を歌ってるみたい。ベニトンボ。ヨシコの農園を見つけた。ヨシコお姉さんだろうが。どんこ。悪の博士の研究は伝承と最新科学とおにぎりを食べること。毎日1000キロ食べる。恐竜はとにかくたくさん食べるんだ。
1000キロって何キログラム？ロボット大好きマサヤくん、おにぎりに似てるけどおにぎりって言わないよ。そうそう、急にエルエルみたいになったらおにぎりって言わないよ。初めての恐竜バトルをやってみる。うまく勝てるか分かりゃ、もうボロボロのボロ勝ちでした。目標達成、恐竜バトル恐怖の巨大鳥は実在したで3回勝ったよ。花ぶ、あい、あ、え、こ、え、こういうところで鮎ってなんかこう軽い気持ちで取れるものなんだ。鮎ってちょっと取るの難しいのかなって思ってたけど、結構簡単に取れるんだね。みんなも試してみてください。お、やっと来てくれた。じゃあこの鮎の煮干しでラーメンでも作るか。あ、え？今なんか良くないものが釣れた気がする。カードだけついててず。この水遁の術はいつか回収されるんだろうか。いや、やばいの釣れたな。空き箱。目標達成、皮をきれいに、空き箱とハイヒール。この靴履いてどこ行こう。ワニガメだって。わ、子供がワニガメ釣ってたらすごい怖いけどね。あ、ほら手がなくなっちゃったぞ。ワニガメってめちゃくちゃ顎の力強いでしょ、これ絶対。ちょ、待ってな。白まだ混んでな。あ、あー、ちょっと、これ、出入りで魚影が。ワニガメとか保管した時点で犯罪でしょ。なんかあれだよね、なんだっけな、その場で閉めたら持って帰ってもいいんだけど、その生きてる状態で移動させると怒られるみたいな法律があるんだよね、生き物は。あ、もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。特定外来生物。いただきます。いただきます。カレーだ。いただきます。チーズじゃん。あれ、あん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 。カレー嬉しいね。違う犬連れてきちゃったかな。あれでも白も大体さ、あん、あん、あんじゃないの？ごちそうさまでした。パン工場の犬。なんかパン工場の犬ってすごい悪口みたいだね。うら、みんなと恐竜バトルで遊んでぜ。何それ。へえ、そんなおもちゃがあるの？ララコ悔しそうだね。一言も発してないけど。恐竜学科は、はなはなにしれー！怖い。なんせこの町には、本物が、いるんだけどねー！あ、歯磨きするかな、しんちゃん。しんちゃん、あとで歯磨き忘れんなよ。最高ですね。うー。えへー。
ちゃダメよ。うん、出たいときはママも行くから声をかけてね。ふえふえかけてぜ。ヒロシがいいよねって言ったら、しんちゃんがいい。じゃ歯磨いて。もうちょっとさ、勢いをさ、あの水をペッてする時の勢いを収めてもらえないだろうか。さて、いきますよ。タイヤイのヤヤ。かわいい。ひま。タイヤか。しんのすけ、ここでは幼稚園のお友達に会えないから寂しいでしょ。え、そんなことないぞ。幼稚園の友達もいるぞ。え、どういう意味？かわいい。タイヤで、よずりとシャレコもこっちから。あ、しんちゃん、うんち。素晴らしい。今日はあつ森が音だけ出ました。う、何やってるんだぜ。その黄色いやつ、俺も飲みたいぜ。ちょ、あのね、キャップに話しかけるのむずいんだよ。頑張ってね、いい記事を期待してるから。見て見て、なかなかの記事だ、素晴らしい。あ、あ、ここでも新聞かけるの。あ、へえ、家に仕事持ち帰ってるんだ。うんち、そんな流さないでください。迷惑です。あの、詰まってしまいます。お小遣い150円もらってありがとうございます。出来上がった記事は新聞社に来たら見せてあげよう。では、新之助記者、よろしくお願いしますね。え、ベリビッシー、マサヤの記事ゼロ。マサヤーとチョコビ買ったるでな。昼間恐竜に踏みつぶされないように気をつけるんだぞ。子供に対してさ、子供に対してさ、昼間恐竜に踏みつぶされないように気をつけるんだぞってさ、言うのめちゃくちゃいいな。夜はあまり遠くまで行かないように。はい、ちょ、夜釣りしてきますわ。やばい、こっちじゃなかった、こっちか。ちょ、時間よ経つな、時間よ経つな、時間よ経つ。ブリブリーブリブリーブリブリ、どっちから行くんだっけ。あ、こっちか。ブブーうー、今早すぎて分かんなかったでしょ。ふぅふぅ、あ、びっくりした。水菜が無限に手に入るところかと思った。あ、魚影あり。連射器使うな。ブリブリーブリブリーブリブリー。お、新しい。やばいやばい、お魚が逃げちゃうから、あんまどしんどしんやらないでほしいんだけど。なんだ、お魚の魚影がいつもと違う。てかめちゃくちゃいる。よし、イエーイイエーイ。え、どんかが釣れたぜ。この水筒マジで何なんだろう、いつ解決する。てかホタルがいる。
ふふい。何今の。じゃあ後で見よう。田舎はそういうのよくあるからって。田舎にはよくあるで片付けちゃいけないだろう。やりたなご。これって、これって環境生物？あー、取れた取れた取れた。平家ボタル。え、ちょっとこっちに来て。こっちに来て。オラが捕まえたいんだからこっちに来るんだぞ。来ない。このさ、奥まった部分のさ、そう、サイズ差がわ、なんか、どこにいるのかちょっとよくわかんないわ。お、なんか、ミノムシみたいなのがいる。あ、カマキリだって。もしかしてこの上ってマサヤンち？お前連射器の使いどころだろって。実は連射器使ってないって言ったら驚く？ブリブリーブリブリー。しんのすけ水菜いただきます。最近品不足だったが助かったよ。ではしんのすけがっつり期待してるよ。よし。野菜はないから、アマゴも持ってないから、ちょっとヤマメが釣れないと話にならないよね。ブリ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 。通行止めはなくなったけど、夜の工事現場は危ないよ。近づかないでおきましょう。はい。ブリ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 うっす。なるほど。最近夏の大三角形アルタイルの輝きが弱ったのはやはり事件の前触れだったようだ。おじさんは宇宙のこと、宇宙のことも詳しいんだね。うん、その通りでござる。銀河流忍術の奥義は宇宙との一体感である。何でも持ってない。力がみなぎりす。あ、シソ、ね、シソばっかり無限に手に入れてるんだけど。あ、おーい、そろそろ帰る時間だよ。はい。目標達成、お小遣いを合計1000円もらった。働き者で。シール。え、シーラカンスってさ、シーラカンスってこう軽い気持ちでさ、夜近所の川にいたずって言ってさ、取ることってできるの？これってさ、ちょっとシーラカンスと知らずに持って帰ってきちゃったんだけどさ、ちょっとこれってさ、何かしらの法に触れるとかある？急に深海に。やりたなご。タナゴ釣りといえばこれのこと。二枚貝の中で育つ。へぇー。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。うぅ、おやすみなさいでずぅ、うぇうぇうぇう。まずいらしい。じゃ、検索してくれてありがとう。まずいのかー。まずいらしい。おい、ナトリ、やばいぞ、シーラカンス。持って帰ったらダメらしい。これまでの出来事を記録しまーす。セーブデータ分けてるけど、これってなんか意味あるのかな。
今日から朝の体操に山田もっとちゃんが参加します。やった。今日から朝の体操にまさやが参加します。やった。ぼうちゃんは？あら、壮観ですな。皆さんご起立ください。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ。へいへいへい、ぐるぐる回って、1、2、3、あんあん。なかなかいいな。ではいただきます。いただきます。あ、この朝ごはん、デカ卵と、いただきます。なんか野菜の輪切り。カズマとキネが来ないのにマサヤだけ来てるのやばいな。いや、マサヤはギリがたいんだろうな。なんで寝てるのかな。カズマとキネなんで来ないの。明日の朝の予定だよ。もう帰っちゃうんだ。あっという間だったね。おねぬく寝かせるなんて、我ながら罪のご祭事だぜ。泣いてないから。しんちゃんのこの性格って誰の影響なのかしら。誰の影響なの。え、なんでみんな俺のこと見てんの。まあ確かに原作でもギャルのお姉さんに二人してメロメロになってがちだったからな。あー、おじいちゃんか。おじいちゃんよな。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんのすけ、今日は土曜で仕事が休みだから、ヒリベル一緒にいられるぜ。どこ行く？そうですね。俺が父ちゃんを危ないしてあげるぞ。それは案内な、たははは。は危ないじゃなくて、案内。ちょ、今のは分かったわ、さすがに。でも確かに恐竜がいて危ないから、あんまりいろんな場所に行けない方がいいかも。お前土曜日なんだから、せっかくだからさ、いろんな場所に行けや。確かにそうね。じゃあ一箇所だけ、いろんなとこに行けよ。連れて、一番気に入ってるところに連れてってくれるってのはなーで。ふいふーい、俺のお気に入り、受けの人には内緒ですぞ。なんか BGM が不穏なんだけど。あ、このさちょっと他ゲーでちょっと申し訳ないんだけど、ユーナマっぽい感じ、すごい、このポピョロピョロピョロって感じすごい好きなんだけど。この構図はまずいだろ。一番のお気に入りって言って女紹介するの一番ダメだと思うけど。よしこお姉さん。お前、よしこお姉さんがいないところではよしこって呼び捨てにしてたよ。あ、同じ人が関わってるの？あ、へえ。となんか感じが似てたからすごいいいなと思っちゃうんだけど。はあ、どうも。おい、昔だったらデレデレしてただろ。こちらこそどうも。おい、しんのすけ。お気に入りっていうのはこういう意味じゃなくて、不満？不満？不満はないけどさ。ふふ、面白い。しんちゃんの性格って誰の影響なのかしら。はあ、恐縮です。なるほどなるほど。
ここに来るまで圧走の歴史を全然知らなかったぜ。お役に立てて光栄です。旅行や出張に行くときに事前にググったりはしないのですか？僕はそういうのあまり旅行は頻繁には行きませんが、行くとなったら必ず調べますけどね。って、これはまあ、私が新聞社に勤めているからですかね。ヒロシは昔の新聞記事を読んで、この地方に伝わる女王ヒヒコの物語を知りました。古代日本には恐竜を蘇らせた謎の部族と、その蛮行を英知によって治めた九州国の女王ヒヒコがいた。あ、最初にさ、駅前でね、古墳時代の遺跡が発掘されてて、古墳時代に恐竜がいたんやでっていうね、古墳時代の遺跡から恐竜が出てくるわけねえだろう、はははははははって言ってたんだけど、あー、こういう歴史がね、あったんだね。伏線だったんだね。てか、やっぱ恐竜呼び出すのって蛮行なんすね。やっぱ蛮行なんすね。蛮行で片付けてるの、すごいな。博士がさ、あれだけ頑張ってさ、研究してさ、こう自分の科学のさ、結晶をさ、この蛮行のさ、2文字で収められると、どう、こう、気持ちのやりようがないよね。彼らは深い謎に包まれた存在だった。まず、謎の部族はどのようにして恐竜を蘇らせたのか。タイムマシン？それとも他の方法？あ、オープニングにあったところ。人たちが作り上げた砦には、うん、人の力では到底動かすことが不可能な巨石が使われていて、それらはどのような手段で運ばれてきたのか、未だ解明されていない。下のところに丸太をめちゃくちゃ敷いて、それでゴロゴロゴロって転がして持ってきたんだと思う。ねえ、でもさ、ねえ、みんな、もしさ、この中にさ、世界の真実を知る者がいたらさ、なんでモアイがさ、掘っても掘ってもあんな深いところまであるのか、どういう技術力だったのかっていうのさ、後で教えてもらえないだろうか。モアイ像のことさ、本当に気になるんだけど、死ぬまでにさ、知りたい世界の真実シリーズ。そして記事に出てくるヒヒコの遺跡がそのまま今のこの町になっていて、つまりこの新聞社はヒヒコ遺跡の中に作られているんだ。しかも当時と同じ場所に現在も高い櫓が立っている。なんで？ごめん、今大きい声出しちゃったね。あー、モアイは植物だから下に根が伸びてたんだ。あ、そういうことね。あ、それ親切だね。私も詳しい経緯は知らないんです。昔からこうなってました。フリデって何？小さなお城のことだよ。ふん、うめえのことなんて知らないぞってこと。砦、お前のことなんて知らないぞ。これ何？砦？砦とお前のことなんか知らないぞって、これ何にかかって、それはお城じゃなくて勝手にしろ。は？ちょっと難しいな、これ。これはちょっと難しかったな。ヒロシ、この拾い方で合ってるの？ミサイはもっとうまく拾ったよ。
うれ、ひひくの砦に行ってみてえず。あそこは水門が下がっている時じゃないといけないんだ。今の時期は上がっているはずだからしばらく無理かな。てかさ、さっきさ、そのプテラノドンにさ、家に返してもらう時に、ヒヒコ遺跡ってなかったっけ？気のせいかな。おっとん？おっとん？なるほど、恐竜と接点があった部族がいたという話があるなら、駅前の遺跡から恐竜の骨が出たことも辻褄が合う。まあ確かにね。え、居座るつもり？ここに。赤の博士のことを少しだけ調べてみたんだけど、あ、これ見たな。ビリビリービリビリー、何これ変だな。割と受けてたな。お寺の堂のところに行くか。ブリブリー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 ブリ、あれ、あ、間違えて家に出ちゃったぜ。こっちね。こっちだったっけ。ブリブリブリーブリブリー、昨日ここ来てないやん。昨日っていうのは、あのゲーム時間、昨日。あ？ああ、飛んでちゃった。畑は、この上か。で、ジュジュバブ。すいません、今一瞬赤ちゃんになってしまいました。ブリブリー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 ブ、おお、ブブブブ、来た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 。おい、一回ちょっともう普通に、え、まだ収穫できないのこれって。うふい、え、人参は収穫できるでしょこれ。しんちゃん、しんちゃん、しんちゃん一気に水まけたんだからさ、人参もさ一気に収穫しようよ。しん様、そう、一気にやってほしい。ここどうするんだろう。種は誰かが勝手に植えてくれるのかな。そんな他力本願でいいのかな。イエーイ、こんにちは。カマキリ。え、これってただの泥棒やってるのって。ちょ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 、あの泥棒とかそういう、あまり人聞きの悪いこと言わないで、そういうコメントやめてください。あの、勘違いする視聴者の人も出てくるから困ります、そういうことを言われると。対抗手段がございませんで。魚影がないぞ。これバッタ。おにぎり食べてる？我が輩の研究は古代からの伝承と最新の科学を融合させた発明品は作り方である。例えば空中歩行機はナスカの地上絵から、不思議なカメラはエジプトから考えたのだ。素晴らしい。うれ、何言ってるかよくわからないぞ。
ひひこ、遺跡じゃなくて坂か。残念。竿の種類によって取れるお魚って違うんだろうか。魚釣りたーい。あ、戻ってきちゃった。あれ？運んでもらえばよかったな。あ、そういえば櫓も行きたいね。櫓久しぶりに行こう。あ、お疲れ様です。わー、危ないぞ。おはよう。今日も相変わらず山から噴煙が出ているぜ。地球も俺も生きてるぜ。やっぱ身近だから慣れちゃうのかな。ナトリ、山から噴煙出てたらめちゃくちゃ怖くてその場から動けなくなりますけど。アマゴってどこにいるの？いなかったよ。よりどりみどり、どれにする？あ、ちょっと。なんだ、つまんないの？納品します。人参6。あー、人参全部収穫しない方が良かったな。これ大人参って人参を育てまくるってことだよね。お、星が5つ溜まりました。ヨヨコさんに話しかけて、ボーナスボーナス。トマトもすぐに収穫をしない方がいいな。人参全部取らなきゃよかった。うら、カレーのお話が聞きたいぞ。どうやってカレー屋さんになったんだふぅ。え？しんちゃん？どうやってカレー屋さんになったんだふぅ。え、え？え、何ダフ、え、ダフーンって、え、ダフーンって何？急に語尾キャラになったよ。え、なに、え噴煙が立ち込めているから噴煙のフーンなの？拙者は生まれながらの忍者であるぞ。最初から銀河流なのだ。なろうとしてなるものではない。またのお越しをお待ちしておるぞ。まだ何にも言ってないぞ。門前払いでず。うん、よし、やぐらに行くぜ。ふい、ほい。あら、かわいい。そんな、なんかここに乗ったら来てくれるんだ。
火曜と木曜。えいふん。あと今日は行ってないところは新聞書いた。てかおとんクーラーの効いてる新聞社から動いてないだろ。これ家の裏だから全然歩いてないのに。もっと遊びたかったのに。おとんとひどいや。イエーイ。ララコ恐竜と一緒に遊んじゃった。恐竜と仲良くなった女の子としてマスコミが取材に来ないかな。来ないと思う。あ、目の前に記者がいるじゃない。あ、そうだったぞ。フレウェイ、クドム新聞の記者だったんだぜ。ずっとケンケンパーしてるじゃん。静かに。幼稚園にはどうやって行ってるの？しんちゃんは幼稚園バスに毎日乗り遅れてんだ。ほら、専用バスで行ってるぞ。へーん。驚いたわ。専用バスだなんて意外にセレブなのね。もう、裏山ダムには、ね、そのさ、名取の行けないところをさ、すごい言うのやめて。ずるいじゃん。ここのすぐ裏にあるから裏山ダムなんだ。水門開けられないか調べてくるわ。ほら倒れるぞ。危な。今日もチョコビ食べるか。カードカード。頼む。何これ。アイコ強化。家子、いらない、これいらない。ねえ、これ外れそう。これいらないくない？これいらない。壊れっぽすでこれいらないぞ。だって、目押しできるもん。悔しい。悔しいよ。悔しさから全部忘れちゃった。あ、ダムを見に行くんだった。子供一人で？大丈夫かな？こっちから行くのか。間違えた。でも魚影があるから OK です。マジかー、ハズレだったな。また明日チョコビ買いに行こうな。みんな覚えとって。あゆ、魚影なし。食堂のお使い忘れてね。食堂のお使いって何？あ、ヤマメ？ヤマメ持ってたっけ、ナトリ。魚影が今一つあったはずなんだが、消えた？走ると逃げる、あつ森方式か？よいしょ。えいふん。これダムってどこだ？あった。ダムというか水門。水門を下げることができれば通れるようになるのかな。独断で下げてみない、しんちゃん。ブリブリー。あ、夕方だ。
ふんふん。キリギリス。ふんふん。うえよし。で、お家に帰りまして。今日も日課のカレーあげるか。魚やり魚やり。池の水全部抜いてみてず。ちょん。ちょん。ふんふん。お、新しい。乗せて。お家の前。ありがとうでずー。気軽にタクシー使うようになっちゃったかーって。とも、お小遣いめちゃもらったよ。れらヤマメ1、ヤマメいつの間にか持ってた。お伝えちゃんとできたね。いただきます。おい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 、スタンプカード1個あふれちゃった。スタンプがこれやる前に、ゆうこおばちゃんに話しかけ、やばい、ゆうこおばちゃんに話しかける前に気絶する。恨む。おやつちょうだい、ただで。さてと、掲示板に書いた食材のお使いはどうなったかな。ここで気になるお使いの評価を聞いてみましょう。はい、お願いします。お使いを一つ終えると星が一つ増える仕組みです。はい。現在星は5つ以上。うん、最高、すごいね、頑張ってる。うむ。ヨヨコちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。ありがとうございます。ありがとう。ボーナスがもらえてよかったね。お使い引き続き頑張って、頑張ります。母ちゃん、母ちゃん、おらもう、母ちゃん、おらもう、うん。これでどこに行ったのって言われたら怖いな。うふい、おはようございます。死のうけど、いや、目の前、目の前。よし。はい、で、というか全然さ、家に行ってないんだけど。家行ってないの大丈夫？でも、しんのすけは背が足りず、ドアノブに手が届きません。あ、これなんかなったらおかしいなと思った。ここはで、そんなことなかった。はい、どうやらドアが開かないようです。一体どこに繋がっているのかな。これどこに繋がってるのかなって言うけどさ、ここじゃねえの。この奥にもう一個部屋があるってことなのかな。怖いな。座敷牢でもあるのか。ちょ、絵に企画か。連れて行って紹介してず。七子お姉さんはいいのかよ。この町には、この町は遺跡の中にあるらしい。覚えておくぜ。人参を収穫した。人参残しとけばよかったな。掲示板のお使いを10回やったよ。川べりにある不思議な扉が開いたよ。これから探検楽しみだ。ああ、自分の手で開けると一個実績になるのね。アマゴ。体力が今有り余ってる。何しに行こうかな。
おお、びっくりした。朝から晩まであんたたちは、きねちゃんのケンケンプルン、ケンケンプルン、かわいい。倒れたばっかだから力が溢れてる。適当に力を使ってしまう。本当は良くないのに。最近マジでセミの、猫がセミ食わえてる動画めちゃくちゃツイッターで流れてくる。うぇー、イエーイ、ふふい、魚影あり。何種類かあるんだよな、あれ好きって言うけど。ふんふん、猫ちゃん先生も外で食べてるのかなと思うと、ちょっとチュッチュの方はやめておいた方がいいのかもしれない。イエーイ、魚縁なし。てかチョコビ買いに行こうよ。あ、おー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 、忘れてた、ごめん、遊んだるわ。悪の博士、悪の博士おり、オラの方がかっこいいぜ。じゃバトルやろう。みんな集合、夕方に。すまないね。なんだ、もう勝ちまくってしまったな。虚虚術だと強いから、突撃レディで遊んだるか。なんやこれは、なんやこれは。こんなんグー攻撃しかないだろう。今日もマサヤ泣かすか。しょうがねえな。バトルスタート。どれにしますかね。いざ勝負。ゲッ。勝ち。マサヤ。ちゃんと今日涙拭くハンカチ持ってきただろうな。ヒントチャンスです、これにするよ。グーでいく。グーに勝つにはフェーでぜ。勝ち。マサヤ、どうした調子が出ないようだな。明日からオラが変化値持ってきてあげるぜ。ヒント出せ。いざ勝負。負け。やめて、マサヤ痛い、やめてやめて。あ、痛い。そんなひどいことよくできるね、マサヤ。ヒントチャンスです。マサヤひどい よ。必殺技でやだやだやだ、それやだ。必殺技で来られるぞ。え、しんちゃん先行け、先。行くぞ。ちょっと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 、やめて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 、痛い、いや、うわ、耐えろ。最悪。スペシャル技強すぎるだろう。いざ勝負。おい、マサヤよくもやってくれたな。進め、いけ。たくー、口ほどにもなかったわ。はあ、お見事、しんのすけの勝利です。正義は必ず勝つ。あぶねー。二度と逆らうなよ。いやー、グー攻撃で勝つか、今度負けるわけないからな。ちょっと心配だけど、勝つぞ。
じゃあマサヤ惜しかった次頑張ろうじゃないんだよ。グッ勝て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 勝ち。マサヤさっきはよくもやってくれたな。ヒントチャンスです。しんちゃんが泣いてるよ。いざ勝負。チョキでこいて。マサヤ、マサはゲージ溜まるの早いな。卑怯でも、ちょ危ない危ない危ない。牛でいきぜ。マサヤやめて、マサヤやめて。友達じゃん。ひと夏の、あいってー、マジでヒントチャンスです。これにするよ。こっちもそれでいきぜ。はよ出ろ、はよ出ろ、こっちがはよ出ろ。いくぞいくぞいくぞ。うっ、あぶねえ。ははっ、花一台風進め。あー危なかった。マサヤお前よくもやってくれたな。やっぱルーレット遅くした方がいいんじゃない。いやそれは全然大丈夫、あの全然大丈夫なんで。お見事、しんのすけの勝利です。正義は必ず勝つ。うぅ、うぅ、危なかった。これはなんかあんま勝てる気がせんけどな。もうやっぱりさ、HP 増やすよりもさ、グー攻撃のさ、質を上げるのが一番おもろいからな。力だからな。バトルスタート。どれにしますかね。いざ勝負。ラロコ。アイコ、アイコルーレット。おい、卑怯だぞ。勝ち。卑怯だよ。いや今なんかおかしかっただろ。アイコなのにさ、アイコなのになんか6対4、7対3くらいじゃなかった。いざ勝負。あーん、いや、おい卑怯者。痛い痛い痛い。ヒントチャンスです。これにしよっと。今から使う技を次も使うよ。いざ勝負。チョキてこい、チョキてこい。勝ち。スカッタわ。それはやだ。どれにしますかね。いざ勝負。おいおい、スペシャル使った方が良かったんじゃないか。ダメっぷかね、ララコくん。しょ、負けちゃった。ノックアウト。こうするとナトリが戦ってるみてえだ。お見事、しんのすけの勝利。今日も正義は必ず勝つ。今日も気持ちよくなって帰るか。なんだよ、勝ってたのにやめちゃうなんてすごいね。そういえばしんちゃん明日カスカベに帰っちゃうんだね。寂しくなるな。じゃあこれにて解散。え、なんかさ、なんかお別れ会みたいなのないの。アソ防衛隊ファイヤー、ファイヤー。なんで勝ち逃げ煽りいつもする。しんちゃん、僕でよければ恐竜バトルのこと教えてあげるよ。あ、ありがとうマサヤ。大会のこと。恐竜バトル大会は毎週1回ぞ。このあーでももう明日帰るんだよな。明日帰る、明日帰るんだよな。マサヤ、マサヤに教えてもらったこと一個も活かせなかった。ごめん、さよならのブリブリ忘れないで。
あ、ねえ、白、やだ、白、白、お願いお願い、白、白、あの、白、チョコビ買いたいんだよ。ダメよ、しんちゃん。いただきます。はい、いただきます。いただきます。デカチャーシュー。大人だけビール飲んでる。最高。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。帰る前日に大会のことを教えてくるのは嫌がらせだと思う。やっぱり嫌がらせされてるのかな。本当にいい風呂だな。セリフでディブー。ダイヤン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 。お前を褒めたんじゃないぞ。ヒマのことを褒めたんでもないからね。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。はい。声かけてず。かけてず。しんちゃん、お手伝いを頑張ってるね。えらいえらい。日給はドラマを見て泣けないの？え、ドラマで泣いたことなんかないよ。泣いてるじゃん。ヨヨコが10回ローンで買った地上波対応40インチテレビ。歯磨くどん。勢い収めて。勢い収めろっつってんの、そのペーを。おとんさあ、おとんさあ、土曜日のさ、お休みにさ、なんねあんたは新聞社行って置いて、子供を置いて帰ってきてビール飲んで、ここのご飯美味しいだろう、ミサイの料理は手抜きが、そういうこと言わないよ。ケイちゃんに言いつけるぜ。ミサイにだけは言わないで。うん、ケイちゃんにだけ言うぜ。ったく。こっちってどこに繋がってるんだっけ。通行止めはなくなったけど、夜の子近づかないでおきます。そうだね、夜はエビネイズ？テリズ？ブリビーン！ブリビーン！ブリッ！ブリッ！お！あー、行かないで！あ、やっぱ目の前を走ると消えてゆくな？ふふい！お店にはスーパーに行けないからな、絶対。仲間がたくさんいました。毎日毎日たくさんの仲間と空を飛び、彼は。あ、魚影あり。よし。お、キラキラしてた。新しいやつかな。アマゴ。あ、アマゴ来たじゃん。アマゴ。ブリブリ。アマゴもう一匹欲しいんだけどな。魚影なし。自分前にいるのか後ろにいるのかもわからないな。あ、出てる。ブリッ。ブリビーン。
ら返そう。ブリブリ。しんのすけ。お。ブレだ。新しい。サンキュー。水菜ね。いただきまんもす。よし。めちゃくちゃいっぱい。オス、元気で何をしに来たの？チョコビ2つ買っていい？これでいい？これでいい？お、こりゃ掘り出し物を買ったね。一番回復するおにぎりが効率最高だろうと思ったけどさ、なかなかおにぎり食べるほどの機会ってなくない？なかなかない気がする。ってか明日帰るんだから。でもさ、ナトリとしんちゃんはさ、永遠にアッソーに閉じ込められてるはずなんだが。でもチョコビは買っていいだろ。確かに。ふふい、納品できなかったな。よき塩梅。大人参。オッスン、で何をしに来たの？あ、必ず10円利益が出るようになってるな。これでいい？大人参いつになるかわかんないから大人参買いました。すいません、大人参収穫税の皆さんには申し訳ないですけど。ふふ。いただきまんもす。よきあんばい。うん。星が5つ溜まりましたよ。ふふい。また来まーす。てか今日なんかしんちゃんめちゃくちゃ夜出歩いてない？あれ、だいたいこんな、あ、だよね。おーい、そろそろ帰る時間だよ。ちょっと出歩きすぎだと思った。はい、絵日記お願いします。うん。明日は新聞書いたろか。あ、てか、おとなしく寝るのよ。おじちゃまに話しかけて新聞書いておけばよかった。セーブデータがついに全部使ってしまった。あー、今日で終わりか。その一、カズマ、キネ恋最終日だぞ。バカタレ、寝とんのか。皆さんご起立ください。踊ってちゃんと。にゃ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 さーん。あの概要欄にあのこのゲームの体験を奪わないようにあのネタバレがありますよっていうの書いてるんですけど、それと一緒にいただきます。あの体操の顔文字つけといたんだけど、みんな使ってくれてる？なんか使ってる人全然いないからさ、もしかしてみんな概要欄読んでないのかなと思って。いただきます。焼き魚だ。昨日うちの新聞社でひひこの記事を見ていったようだけど、他に面白い写真を使った記事があるから持ってきたよ。なになに？キャップは古い新聞記事を取り出した。ほら、ここどこ？壁画にひひこの姿が描かれてるんだけど、誰かに似てるでしょ。あ、ララコだっけ。ララコがさ、誰か歴史上の人物に誰かに似てない私って言ってたけど、もしかしてこれ？
その壁画知ってるし。女王に似てるなんて嬉しいけど、他人の空似ってやつでしょ。え、あのさ、美術館で自分とそっくり写真シリーズめちゃくちゃ好きなんだけど、なんか美術館でさ、すごい自分にそっくりな絵画があった時に、その前で同じポーズで自撮りするシリーズ好き。ウラニー？ウラニーじゃなくてスラニー。今のこれボケだってことすら気づかなかった、すいません。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。アッソーに来て1週間。33元堂ってなんか自分に似た顔絶対ありますねんっていうやつだっけ。アッソーに来て1週間楽しかったな。カスカベ帰る日曜日がやってきた。せっかく仲良くなれたのに。めっちゃ見送りに来てくれるやん。え、ヨシコとの約束を果たすまでは帰らないぞ。いや、これ逆にヨシコお姉さんがさ、お、来てなくね？え？ヨシコお姉さんが約束をさ、保護にするのめちゃくちゃ怖いよ。マサヤも来てね。あの、来てくださってる方々です。マサヤマサヤとヨシコお姉さんがいない。ヨシコお姉さんはデートをしたいって言ってたと言い出したしんのすけ。もしかしてキネとさ、カズマとさ、マサヤはさ、あの、あそこの戦いの場以外では共演 NG なの、同時存在不可なのかな。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。そうだね。じゃあいつものカメラで記念撮影よ。勝ったまま帰っちゃうなんてすごいね。それさ、あれさ、あの汽車で帰ってる時に、あの走りながら、しんちゃんまだ帰らないで、勝ったまま帰っちゃうなんてすごいよ、卑怯だよ、タタタタタ、あーってつまずいて、マサヤほらここで降りたいぞ。ダメよしんちゃん。そうだぞ、こんなとこで降りるわけないだろ。あんあんあん、あいやいやいや、でもほら。はい、チーズ。ちょ、なんか寿司なんか寿司三昧してるんだけど。マサヤ来てくれ、マサヤ、マサヤ。これじゃないのかい。え？あんあんあん。おっと、そろそろ列車の時間だ。あ、駅員さんの声がいいね。はい、カレーだと思った。そこから秘密研究所の悪の博士は。そういえばしばらく会ってなかった。やる気満々。はい、またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。あ、ま、え、ま、新しいの呼んでくれるの。ねえ、これ何これ。研究所の壁には先週熊本駅で撮ったしんのすけたちの姿と、そしてまだ若かった頃の博士と母親の幸せな写真。ちょっと、それ言い方ずるいじゃん。マジで博士に何されてももう文句言えねえじゃん、そういうさ。ふわふわパウパウとわとわ。文句言うことにします。ラゲを抜いて心に浮かべて、タレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。
次は何、今度は何呼ぶんだろう、やってくるのでしょう。でもさ、夜の読み聞かせでティラノサウルスを出し、ティラノサウルスを題材にしたお話をしてた時があったから、ここでティラノサウルスを呼んでさ、やっぱり混乱に博士の思念が宇宙に可視化されタイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事である。行くぜエクションビーム。お、シリマルダシだ。ナトリシリマルダシ本当に好き。石化だ石化だ、思考を止めるな。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12、あれ13、うら、どこにいたんだっけ。あら、しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。こっから、え、熊本駅からだってアストまで車で2時間だよ。おい、2時間経った後に戻してくれや。怖い。え、てか背景めちゃくちゃいいねこれ。ほらもうこれ見たぞ。ほら、この場所見たことある、知ってるぞ。しんちゃんは初めて来たでしょ。しんのすけは再び先週月曜日のこの町に戻されてしまったのでした。どうしたんですか。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。お、ほら、あ、来た来た、あ、ヨヨコお姉さん、ララコさん、やっと着いた、ヨヨコ、お久しぶり。こんにちは、お世話になります。ヒロシさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃん、キャップがまた空気椅子やってる。勝ったまま帰らせないというマサヤの気持ちがしんちゃんをとどまらされた。うら、しんのすけ、うわ、しんちゃん、あなた初対面を装ってなんてできた、ルーパー、ルーパー、ループ者、なんてよくできた、すごいな。ミサイとヒロシが古くからどっかりお世話になっています。すごいな。こちらはヨヨコ。知って、私の子供の頃からの友達なの。いわば竹馬の友。え、古くからのお友達ってことでず。あら、しんちゃんよく知ってるわね。あ、いけないいけない。この話聞くの、もう何回か覚えてないず。聞くわ。しんちゃん一周目を装って。ちくば、小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂をやっています。すっ、ララコちゃん大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。すごいな、うまくやってるよ。うん、みさよね、お久しぶり。なんか同じセリフなんだけど2週目と思うと空虚な存在に思えてくるな。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はおせる。それはモンキー。今から雨かな。それは天気。それは天気。これ昔
私もやった。この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。もうすでにいる。あれ、今度こそよしこお姉さんとおデートするぜ。ブリ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 。今までとは違う。今までは恐竜は1日目にはいなかったはず。この世界、今までとは違うわ。怖い夢を見たのですよ。こうして始まった新しい1週目。すごいな、表ではさ、1週目を装ってさ、一人になった瞬間にさ、一人になった瞬間にさ、ちゃんとさ、タイムリープしてることをさ、自覚した発言してる。頑張れしんのすけ。無事よしこお姉さんとデートできるその日まで。さよならこんにちは終了。やばー、しんちゃんマジ？ブリ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 。好感度稼ぎ直しってこと？今日は長旅で疲れたでしょう。キュウエネゲテビューしてないぞ。こら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 。長旅してないんだ。どうやって来たの？うれもよくいけんねー。今日は長旅で疲れただろう。ちょっぴりの旅だったぜ。長旅をちょっぴりだなんてさすがしんのすけだ。ずっと寝てたんだな。おかん、まだ晩ご飯まで時間があるから外で遊んできてもいいわよ。はい。でもあまり遠くまで行っちゃダメよ。たんやんやんたんやんやんやん。そう、話しかけられない。今日もまたいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。おじさんいつもは晩ご飯の時間になるまでずっと新聞社にいるんだ。早く。なんかさ、これさ、これなんかメタルバンドのジャケットみたいじゃない？全員がさ、別々の方向見てるさ。これナトルもこっち見とこう。目を閉じてる人がいてもいい。こんなジャコールジャケットぞ。2週目にしか現れない虫とかあるのかな。ウェウ。あ、新しい。ウェウ。釣りもできる。お使いはどうなってるんだろう。お使いも引き継ぎかな。あれ、なんかスタンプが押されてるけど、まあいいわっていう感じで引き継ぎしてくれるのかな。今日はお水あげてない判定になるのかな。あびや。車がもう1日目からある世界線。どのくらい引き継がれてるんだろう。記憶だけかな。お、新しい魚。やっぱ竿変えると結構違うのかな。うわー、魚影がいっぱいある。魚影が図鑑前立腺図鑑前立腺怖すぎるでしょ。
子供用ゲームじゃないんだよな。一週間でさ、全部やっとかないと、毎週リセットされるから頑張ってなって。あ、0%、0%、0%。ひどいや、しんちゃん。いつ折れるかな。あ、どんこのことはちゃんと覚えてた。でっかいお魚の魚影捕まえたいんだけどな。どっか行っちゃった。あ、帰ってきた。帰ってきたけどちっちゃい子が。はい。お、どうぞおかかりになって。よし。ふんふん。シンプルにナマズを釣るな。こっちが、あ、ちょっか。で、こっちが畑か。おお、お助け収穫のご案内。草食恐竜のお助け収穫がお願いできるようになりました。収穫できる野菜があるときに畑に入ると、半分収穫してもらうか、すべてを収穫してもらうか選ぶことができます。半分を選ぶと、野菜の種類ごとに育ったものから収穫します。一気にたくさん収穫したいときにぜひお試しください。うふーい。畑の半分。怖い怖い。え？イエーイ。ねえ、その半分って、ねえ、半分ってさ、このさ、縦にごっそり行くタイプの半分なの？なんだろ、普通にこっち半分、こっち半分かなってさ、思ったんだけど。嫌に繊細な半分だな。めちゃくちゃ器用だぞ、これ。あ、取っちゃった。あら、ビビア。はーい。あとはね、収穫時期をずらしますわ。イエーイ。そろそろ白が迎えに来るんじゃないのか。まだいける？プリッ。ふふい。ふふい。新聞社の読者って今何人なんだろう。ゼロ人とかなったら頭おかしなるで。ふふい。お、新しいトンボだ。博士ー、博士ー、閉じ込められてますけども。あ、博士まさかおにぎり食べとるんか。まさか。ってことは、取った記憶のない新聞が毎日届くとしたらめちゃくちゃ怖いな。申し訳ないやら。あ、いない。アマゴいいね。アマゴレアだね。なんかでっかいのに、あ、記憶がリセットされてる。視聴者の記憶はリセットされてる。なんか、まばらに視聴者の記憶がリセットされてる。覚えてる視聴者と覚えてない視聴者がいる。
ちょ、お姉さんの様子見に行くか。お見送りに来てくれなかったよしこお姉さんは一体何をやってるのかチェックしようぜ。え、これ生きてんの？いや、そうなんだよ。プテラノドンなんですね。あれ、いない。キャップがいないの、わかるけど。この上に住んでる。臨天気。いつもはよしこお姉さんに触っちゃダメって言われてるけど、この臨天気一回触ってみたかったんだぜ。ここのボタンを押すと回って面白いぜ。ぐる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 。危なかったですね。早く指が飛ぶところだったぞ。あそこまだまだ撮影してる、ジャケットの撮影。しんちゃんペラペラになって出てくる。カートゥーンの世界なんだよな。イエーイ。あ、もう夕方。シロ、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。しんちゃん、帰りましょう。はい。いただきます。わー、おー、わー、おさ、え、お刺身って、お刺身って初めてじゃない？いただきます。鳥皿の位置が変わってる。これは一周目と違います。どうしたの、ヨヨコ。最近店の売り上げが少なくて大変なのよ。あら、恐竜で観光客は増えたけど、あ、もう、あ、外に出ちゃってるんだ、恐竜がいることって。たったーたったーたたたーたたた。あら、うちはこれぞっていう売りのメニューがないからね。どうにも今一つなの。駅からもちょっと遠いしな。ずっとみんなで新しいメニューを考えてるんだけど、そろそろネタ切れ。誰かヒントだけでも見つけてくれるといいんだけどな。では、しんのすけ店長が考えた新メニューを発表するぜー。チョコビ入りチョコビ。しんちゃん、大ヒット間違いなし。おいおい、それはチョコビそのものだろ。じゃあ、チョコビリチョコビリチョコビ、もしくはチョコビリ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 チョコビ、もしくはもういい、しんちゃんやめなさい、お刺身を食べなさい。しんちゃんはチョコビが好きなのね。今のもしかしてしんちゃんってループしさってことかな。ループしさしてさ、店へ気づいてほしいぞ。おら、もう数えるのも嫌になったぞ。サインを出してるの。しんちゃん、しんちゃん、ナトリを助けたるでな。じゃあ、もし本当に新メニューのヒントを見つけてくれたらチョコビをあげるから。せっかくだからちゃんと考えてみよう。考えてみよう。なんかやりがい搾取ではないのか。新聞社の売り上げもすごくこちらが伸ばしたというのに、チョコビ一つ、カードだけですとか、チョコビだけですとか。へいへーい。ひょんなことから新メニューのアイディアを出すことになったしんのすけ。さて、どうなることでしょう。どうなるんやろな。
キュクレウルゲカグルお店長だぜ。あ、マジ？いいの？それはダメ。脱線しすぎです。結構普通に突っ込んでくれるんだな。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。夜は外に出ちゃダメよ。はい、出たい時はママも行くから声をかけてね。承知。グエーかけたぞ。いつだってオラはかけてたぞ。あ、どこ行くの？勝手に歩くの。ねんでる。なんだろうじゃないでしょう。さて、今日のお話はどうでした？楽しかった？お母さん、誰か来てるよ。もうやったってこれ。来るよ。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。ふふーい。昨日ぶりだぜ。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。ずっと知ってるぜ。恐竜の骨気になるよね。ふふーねーねー。夏休みでしばらくこのほうほうねーねーでうちの2階で寝泊まりするの。2回言葉を繰り返してるのもループの示唆かもしれない。これ気づけなかったな、出題編では。うちの子たちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。返事は？自己紹介。あれ？やっぱりこの前と同じだぞ。くるめてうねじです。なるほどな。しんのすけはそう思いました。しんちゃんまだちょっと半信半疑だ。信じてたんだな。オラの勘違いなんじゃないかって信じてたけど、カズマとキネに会ったことによって疑惑は確信へと変わっていく。それにしてもこうやってハタさんの読み聞かせを聞いていると、小さい頃、今は亡きおか、あ、そうだったんだ。毎晩本を読んでもらっていた時のことを思い出すよね。幸せな時間の記憶。そうそう、すっごいいいお話の本があったよね。九州国の伝承のお話。あの絵本今どこにあるんだろう。なんだ、仲間じゃん、ヨヨコのララコも。お母さん本当に毎晩読んでくれたよね。彼はとってもわがままな。ステゴサウルスでした。ナレーションさん、羽生説やめん。私はナレーションをするだけよ、しんちゃん。ふふい。お姉さんが、ナレーションのお姉さんが来てくれないと正解にはたどり着けないぞ。でも私が行って役に立つかしら。ずっとオラと一緒にいてくれたんだから、役に、お役に立ちまくるぞ。やっぱそうなるんだな。そう、まだ行けないところがいっぱいあるからね。ループさせてもらわないと。夜。あ、てか、食堂の。あ、新聞。超難しいんだって。すみません。それは困ったではなく、ではなくて、残った。なんか2週目だとツッコミ要員もやってるから、なんか距離を感じるな。キャップはしんのすけに少しだけ自分の悩みを打ち明けてみた。
何？おとんには言えんことなのかい？困っているのは、ある日いきなりこのアッソーの町に現れて、それからずっと町中や野山を徘徊している巨大な恐竜のことなんだ。大きな新聞社から恐竜の調査を依頼されたんだけど、さすがに相手が相手なので、なかなか仕事が進めない。恐竜の言葉を話すことができたらな。お困りのようですね。う？なんだあれは。なんて考えることもあるんだ。それはさすがに無理だけどね。いや、どドラえもんだわ。恐竜に関する噂でご婦人の化粧のノリが悪くなったってのはよく聞く話なんだけど、一体誰が、なんのこと。あと洗濯物を盗まれた話もよく、化粧のノリ、え、何言ってたこいつ。え、恐竜が来たからご婦人の化粧のノリが悪くなった。しんちゃん、はい、うららこれにするぞ。あ、シソめちゃくちゃ持ってるよ。ナトリじゃない、しんちゃん。おや、お使いできまくり。あ、でも今いないから、ちょ、泣いとるからお小遣いくれんでしょ絶対に。じゃ、明日もらおう。ビリビリー、ビリビリー。おし、ビリビリー、ビリビリビリ。なんだ、一郎の家の隣に居候したのだ。みんな踊って。あ、そう、クラクラしてきた。俺は二郎、キッチンとかラーメン屋は無関係だったな。あれ、初対面じゃないの。しんのすけは驚いた。こんな大人の店に一人で入ってきて、なかなかだりゅう、度胸があるな。DJ には興味ある？もしあるなら、あそこの DJ ブースを付き合ってみな。やばいやばい、近づいてます。当たり前のように。びっくり。隣の町では恐竜にスイカ畑を荒らされたり、鉄道の線路を食べられたりしてるらしいぜ。ちゃんと恐竜が舐める用の、多分なんか鉄分とかが欲してるんだと思う。ちゃんと舐める用の、恐竜が舐める用のものを置いといてもらわないと。ていうか被害甚大すぎるだろう。ま、噂だけどね。いや、そのさ、その伝説の呂布だよそれ。それあん、そのさ、噂、人から聞いたことをさ、さも事実のように人に話したらさ、しんちゃんはさ、へー、線路が食べられちゃってるんだ、それは怖いぞってなるでしょう。自分の目で見たものしか進めないよ。あ、すごいすごい、そんな、こんな、めちゃくちゃ本格的じゃん。
いや、DJ ってむずいんだな。やめとくわ。イエーイ。あ、まだ取れる。うん、めちゃくちゃ遊び要素でかいな。牛どいてくれないのかな。うえ、牛、牛。あ、びっくりした、真っ暗になった。オタク見慣れない顔だね。どっから来たの。もっとお姉さん、俺のこと忘れちゃったの。ひどい。辛いね、ループ社の辛いところだね。これでも1回目は高倉健でドスルーされたから、普通に埼玉県にしてみる。ちょっとリテラシーがなさすぎるか。秋田県にして濁すか。駅的ー、うん、ずいぶん遠くから来たんだね。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いやまだもっと覚えてね。いやまだもっとでず。うら、野原しんのすけ5歳。ただ嘘ついただけになっちゃったじゃん。限界です。ただあれ、親の実家の件を教えただけになっちゃったの。まあルーツを答えたんだぞってことね。ルーツを答えたってことね。これでさ、山田もっとちゃんがさ、おとんとおかんと喋った時にさ、埼玉県から来てってさ、言われた時に、え、でもしんちゃんは北県から来たって言って、え、どっちが正しいのって。山田もっとちゃん、しんのすけのことを全然覚えてないのかな。つらいぞ。やめてね、しんのすけ。キイチゴ？キイチゴなん、こんな肉団子でしょ。キイチゴなんてどこで手に入るんだろう。今まで一回も見かけたことないな。納品継続になってることでオラのこと思い出してくれねえか。で、何をしに来たの。はい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 。あ、チョコビもバッグは一緒だぞ。いい加減にしろよ。すいません。ふふい。あ、山桃持ってる。山桃桃のうち。うれら、これかっいてて、よよし。いや、はじめまして、え、どこ行ったの。いないんだけど。どこから話しかけてきたの今。え、今初見でしんのすけって言った。妙だなあ。ごめんなさい。そろそろ帰る時間だよ。やっぱ忍者ってすげえや。絵日記書く。7日目。ひひこにそっくりなララコ。こんないい写真、こんないい写真、待って、デートしてないのにこれでさよなら、悲しいぞ。こんないい写真撮ったのにさ。え？あんたポジティブすぎるでしょ。7日目、かっこ7月31日。おデート釣りぜ。新しい1週間で始まり、スーパー新聞記者になってデートするぜ。ちょ、メンタル強すぎるな。まだ折れてませんわね。私が折って差し上げますわ。あ、日暮らしや。日暮らし。青トマトを収穫。あ、
まだ青トマトだったんだ。じゃあ全部あんまたくさん取らない方が良かったな。つながったな。あ、普通のトマトも取れた。青唐辛子を収穫して赤とどっちが辛いかね。どっちだろうね、わかんないや。カワトンボ、殿様バッタ、大ヨシノボリ。あー、そうだ、新メニューを探さないと。完全に忘れてた。ゆよことララコが思い出すぜ。九州国の伝承の素敵なお話知りたいね、お尻だけに。怖いな。やっぱりそっくり、不思議だぞ。いろんなところにいろんな防衛隊がいるのかな。恐竜の調査は進まない。恐竜がスイカ畑を荒らしたり線路食べたりしてるんだ。スイカを食べた方が、ほら、ほらしんちゃん、ほんとだ、事実だって思っちゃったじゃん、噂のことを。あらら、もうこういうことが起きるんだよ。てかマジで坊ちゃんって食べられてんの。はい、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。さあ起きて。坊ちゃん、坊ちゃんマジで川に流されてるんじゃないのか。今日から朝の体操に私も参加する。羽生見てくださいね。羽生あんた、あんた参加してくれんの。羽生はい、意外と早かったんだ、2週目から参加とは。だとみんな、ひなみざわのみんなが望んでいたことなのです。羽生さん、行きますわよ。羽生、行くぜ。俺は圭一。はぅ、自己紹介をしないとわからないんだよ、だよ。ゆっくりブリブリしておいで。どこ素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸。これもしかして、え、畑さんあんたしんちゃんのそばにずっといてくれたのは、いただきます、はたさんが。てか、ダメだろそれ。私も参加しますってナレーションの人がさ言ってさ、はたさん出てきちゃったらダメだろ。はたさん足音聞こえてるぞ。これだ、トリックだろ。な声が一緒だったっていうさ、声優さんが金役でやってるのかなと思わせといてさ、同一人物推ししてくるのずるいだろ。はたさん上位存在だったな。びっくりした。いただきます。はたさんは気づいてるのかな？読み聞かせの内容がさ、即してるのかな？朝は涼しくていいでしょう。ここに来て初めての朝ごはん！念押しか？それは。妙だな。そう、別に、わざわざ初めてってつける必要はないのではないか。全員が全員ループ者でさ、気づかれないようにさ、でも少しずつ合図を送ってるだろ、これ。俺、初めてじゃないぞ。しんのすけ、夜中に夢でも見たんじゃないか。これで、これ全員ループしてて、間合い管理してるだろ、今。わははははは。しんちゃん、
あなたもしかして。俺もう何周もするのに疲れたぞ。100年のもう解き放たれたいぞ。全員博士にちょっかいかけて閉じ込められてたってマジ。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ループ重ねるごとにさ、ひまわりが少しずつ言葉を覚えてさ、なんかひまわりがめちゃくちゃ喋れて怖いぞって。しんちゃんの声がだんだんとリカちゃんになる。おはよう。にっぺーなのです。こうやって笑ってられるのもいつまでかしら。また新聞を作る日々に戻るぞ。しんちゃん、何か言ったかしら。なんでもないぞ、にっぺー。あ、サブローさん、こんにちは。おや、知らないお兄さんがやってきた。サンゴーくんでしょ、あんた。あ、やばいだろこれ。先週お手伝いにさ、ループしてない人たちに説明すると、この竹馬の友のお友達のやってる食堂のなんかお手伝いさんが急遽今週は来れないから、代わりにミサエがお手伝いをするっていう感じなんだけど、で、そのお手伝いさんがおそらくこのサブローさんなんだけど、このサブローさんが今週来ちゃったらどうなるの？あれ？この子誰？赤坂。やっと来てくれたのです。僕の名前はサブロ。ヨヨちゃんの日の山食堂、いいとこだろ。いつも風が通ってるし、昼間ここで働いてんだ。暇な時にこの店で本を読むのが好きなんだ。堂々おサボり宣言。なかなかの好青年のようですね。うらら、野原しんのすけ。名取は名取さなです。で、こちらが私、マナカラーラ、小学6年生、よろしくお願いします。おかえり。今週はまだ旅行中だったんじゃないの？うん、でも恐竜が出てきたって聞いてみんなが心配になって帰ってきたんだ。もっとゆっくりしてくればいいのに。早く帰ってきて店を手伝った方がいいだろう。うん。なんだ、雰囲気がいいな。じゃあ明日からまたお店に来て。あ、今日はいいんだ。朝ごはん食べた直後だからさ、まだ全然午後から来れるけど、お昼シフト入ってもらわにゃ困るよ。うん、わかった。よし、明日からだ。お昼が忙しいんだから、お昼だけ手伝ってほしいぜ。お兄さん、これできる？ブリ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 。アテレコの必要なかったです。今度練習しておくよ。今日は暇なんだけど一緒に散歩でもするか？散歩と言わず夜歩でも。じゃあ僕は家に寄って荷物を置いてくるから、霧島スウェル前に集合で。カレー屋さんの隣だよ。知ってるぜ。恐竜に踏まれないように気をつけて。ぺちゃんこになってすっげー痛がってぜ。なるべく道の端っこを歩いてくれ。でもこの橋渡るべからずって書いてあるから真ん中を進むぞ。ふーい。走って逃げてった。というわけで今日はここまでにしておきましょうかね。もう3時間やってます皆さん。というわけで今日はここまでにしておきます。時間は経過しないのか。経過するか、押しておくか。
次の配信は、あ、でも早くやりたいなこれ。ワンループ分さ、勝手に進めておいたらさ、先生たち気づくかな。おバカだから気づかないかな。というわけで日曜日の貴重なお時間いただきありがとうございました。また来週ちょっと続きやっていきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いします。あつさんに気をつけて、水分補給塩分補給をしっかりしてくださいね。ではおやすみなさーい。